こんばっちー、8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今回は天才投手作成。右投げ右打ちの投手、フォームはマグロくん。好きな球団はバーリスから根性丸狙いでヤクルトでいきたいと思います。ということで天才カードとヒーリングカード、この2枚で頑張りましょう。はい、ではやっていこう。ドーン。星128。いいですね。球速やや高め。で、コントロール最高値でスタミナがかなり低い。で、新しい球種もあるんで、それはありがたいと。輝いて、ダメか。ハテナマスがね、1個だけ。しかもね、回復もないと思うと、結構辛いスタートなんだけど。あ、ごめん、もう1個あったわ。はい。いやー、回復いけんか。あ、まあ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 、こんなもんか。幽霊がこれ来るな。とりあえずあって何をくれるかな。ポカフェ、それはいらんな。それはいらんな。これは意外と辛かったりするが、ステージ2。パネル転生ステージ2でいただいちゃいました。ありがとうございます。やったー。これはそしたらやっちまおうかな。休息意識、やる気も欲しい。いっちゃおう。ナイス！オッケー！今のはね、ちょっと勝負に出たところだったんですが。これは回復行きたいところだけどな。3、4、やーっと、まあ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 、しょうがない、しょうがない、しょうがない、それはしょうがない。おい、早くもシャッフルが来たと。これは行きたいな。あー、くっそー、落としちゃった。そうだよね、スタミナ出るよね。拾う。お、トレジャーは強い。もう一回ヒーリング戻ってこい。あー、トレジャーが、いや、トレジャーの効果一回も発動してねえし。オッケー。さあどうだ。全然出ねえじゃん。変化球は回避。変化球ですよね。いや、偉人伝って存在忘れちゃったじゃん。来た。あー、チヤホヤは強い。球速は回避。偉人伝やったー。勝ち運牽制。ついに来たぜ。来た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 。流れが来たぜ。偉人伝。切れ、玉持ち。諦めたらそこで、試合終了だ。あー、ちやほや。これは偉人伝がほぼ確ですね。ありがたく。もらっておきましょう。いや、行こう。よし、行った。まー、高ーい。三度目のお方さんです。あー、楽しいなー。偉人伝が出ないでこんだけ肩引けるなんて。いや、もう宝箱。ああ、もうこれ宝箱。これは宝箱。いじね、よっしょー、よっしゃー、戻ってきたー。変わる。ああ、これはもうしょうがない。踏むわ。変化球路ついて。拾う。おーおーおー、オッケーオッケーオッケー。保険だ、保険。よし、頼む。変化球は回避。いじね、サンキュー。打球反応にクイック。よしよしよし。あ、でもさ、でもさ、800のまんまだね。あ、そっか、変化球落ちたからか。で、もう一丁。ナイス！連続！よし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 。
届く。サンキュー。そしてまた偉人伝レンちゃんです。このレンちゃんでかいね。ナイス。あ、やべ、スタミナが出る。偉人伝サンキュー、流れがいい。来た。これは宝箱優先。せい偉人伝クイック。あー、先終わっちゃったか。そっち、これね、コントロールかスタミナマイナス1でお願いします。オッケー、ナイス。はい、野球超順伝。オッケー。いやー、何落ちる。スタミナマイナス1、サンキュー。きた、肩。もう肩シャッフルせずに全て引き切ったわ。きた、これは行きたい。ナイスー、セット。きた。さあ、エイジン、デンデンデデンデン、対左、脱三振、オッケー。あとは、もうちょいいいカード。あ、待って、これ肩100にするわ。肩100にしちゃおう。オッケー。能力シャッフルでも99にしかならないからこそ、ここでね、100にするという、まあ、テクニックだね。やればできる、YDK、YDK。これはもう出るでしょ、出るでしょ。ナイスエイジンデン。対左、伸び。これは突っ込む。拾う。うえーい、来た、戻ってきた。これも先優先度こっち。さあ、どうだい。はい、偉人伝高速チャージに回復べー。いやー、これはな、はてな言ってもいい気はするよな。戻す。いやー、またまだヒーリングあるんで大丈夫。さあ、ここでまた偉人伝を引いていく。はい、オッケー。打たれ回復 A。拾う。いや、戻ってくるんですね、プロ入りさん。3度目よ。これは来たでしょう。はい、野球超人伝。いらない。よし、オッケー。からの、ありがとうございます。伸び、クロファ。もったいないことが起きる。よし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 。怪我のケツ上がり、オッケー。野球超人伝。よし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 。来るか？ナイス！怪我。タイピン来たー。これは行きたい。あーっと！いやー、ついに落とした。あー、落としてしまった。でも、重要なんだ、タイピン逃げ玉。いやー、これスタミナ取ってから生きて。頼む！回避してくれ！ナイス！撃たれ。伸びえ。来た。これ下の項目終わってんじゃないか、もしかして。怪我だけかな？これ、来い。これ来い。野球超人伝、くそー。最後の一押し。あー、マイナス10。あー、危ね。1、2、3、4。とりあえずこっちだ。危ね。いやー、少ない。プロ入りが。頼む。スタミナを回避。スタミナー、あー。終わるか。あー、終わったー。くそー。最後の流れが。それでも、ね、プロ入りのおかげで、なんとか耐えることはできました。ありがとうございます。ステージ2で、922、オール特能まで、あと、怪我だけかな。ということで、いい選手できました。それでは、名前設定、行ってきましょう。はい、名前設定しきました。名前、星922から、クッツくんという名前になりました。いかがだったでしょうか？オール特能とまではいかなかった怪我しにくさ B。それでも捨てにパネテンはやはりロマンがある素晴らしい選手です。それではオートペナント回していきましょう。はい、1年間オートペナント回してきました。結果はこちら。防御率 0.92。ついに先発ピッチャーで防御率0点台を達成。今回は投高打低にしてみました。ということで24勝の9割2分3厘。圧倒的ですね。もうね、もう他を引きつけない圧倒的な成績ということで29先発のやば。12完封16完投。えぐいね。で、クオリティスタート 100%。 ハイクオリティスタート 89.7%。 やば。で、奪三振358。
13.1 の奪三振率、これはもう立派ですね。江夏さん401奪三振取った時は奪三振率11点台だったんで、もうね、登板の、まあ、日数というかその差が出てしまったかと思います。なので実質くっつくんの方が上ということで、後の数字はこんな感じ。すげえよ、化け物だよ。で、なんと今回、うわー、 KBB 9.42、 えっぐ。今回なんとヤクルトで村上くんが三冠王、そしてクッツくんが四冠王を取りました。それでもなぜかヤクルトは優勝できず第2位。今回取ったタイトルは新人王ベストナイン、ゴールデングラブ賞、沢村賞、投手四冠。いかがだったでしょうか。ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ。